気楽屋の花澤です。今日は代表的な高打法、手技、叩く手技のバリエーション6種をご紹介いたします。1番拍打法ですね。手をお椀のように膨らませた状態で叩きます。2番は切打法ですね。手刀を作って交互にリズミカルに叩いていきます。3番は手拍打、手の、背中の部分ですね、甲の方を使って、これを合わせて、叩いていきます。次は剣打ですね。拳を作った状態で叩きますね。これのバリエーションとして、ここを使ったり少し甲の方を使ったり、ありますけれども、次は支配打ですね。指の背の部分を使って叩きます。拳は握りません。最後にシタンダですね。指の先、先端の部分で、軽い力で叩きますね。つまびくようにします。頭皮などによく使いますね。いずれの場合も、手首を柔らかく、手の力で腕の力でやるというような感じではなく、手のスナップを効かせて、空気の音がするように叩けるといいですね。こんなふうに、ちゃんと空気が出ていくような、皮膚へのダメージをないような形で軽快に柔らかく叩くと気持ちがいいですね。はい、以上代表的な高打法6種をご紹介しました。